韓国の慰安婦団体の内部対立から朝鮮総連に飛び火するかもしれない。動画をご覧いただきましてありがとうございます。沈丁花でございます。韓国の方でですね、慰安婦団体のですね、内ゲバというのがですね、非常に深刻化しています。何度かですね、この一連の動画で取り上げたんですけども、韓国の慰安婦団体、正義記憶連帯のですね、代表をやっていらっしゃったですね、ユン・ミハンという人、この方はですね、この間国会議員になられたんですけども、この方とですね、慰安婦のですね、非常にこう著名な慰安婦であるですね、イ・ヨンスという方がですね、内部対立をしてですね、この慰安婦のイ・ヨンスがですね、ユン・ミハン、そしてですね、この記憶連帯に対してですね、非常に批判をしていると。で、そういうのは打ち毛場があったと。で、慰安婦問題というのはですね、非常にこう韓国では神聖視されていて、特にこの慰安婦の方っていうのはですね、韓国の中ではですね、批判をすることはタブー視されてるんですね。で、それと同時にですね、この正義記憶連帯、前はですね、帝大教と言いましたけども、この帝大教というのもですね、神聖視されていて、アンタッチャブルな存在だったわけです。実はですね、慰安婦の方がですね、この正義記憶連帯というのを批判したことによって、この慰安婦団体がですね、韓国国内で随分批判をされているわけですね。で、先日はですね、ついにですね、検察がですね、内部を捜査するというところまで行ったわけです。これはですね、これまで彼ら自身がアンタッチャブルだったということもあってですね、そこに中に入ってきた国からの補助金とかでいうのをですね、ある種、ちゃんと管理してなかったという問題があってですね、いろいろこう調べられてるんですけども、実はですね、そういうような問題もですね、非常に大きな問題だと思うんですけども、私、沈丁花がですね、注目しているのはちょっと違うことなんですね。で、それはどういうことかというと、これによってですね、北朝鮮と慰安婦団体、そしてですね、朝鮮総連のですね、関係性が暴かれるんではないのかというふうに思ってるんですよ。本日ですね、5月21日のですね、朝鮮日報にですね、このような記事が出ていたんですね。北朝鮮のですね、レストランに働いていた従業員の方がですね、2016年に脱北するという事件があったんです。で、その時にですね、それを率いていた方がですね、ホ・ガンイルさんという方なんですけど、この方がですね、ユン・ミヒャンさんからですね、北に戻るようにですね、教唆されたと、そそのかされたっていうようなことを言うわけなんですよ。で、このユン・ミヒャンさんとですね、旦那さんというのはですね、もともと北朝鮮スパイ事件で逮捕されたりした方です。で、これはですね、一部冤罪だということになってですね、その賠償金もらったりするんですけど、この方がですね、北朝鮮に対する親近感を持っている方っていうのは間違いないわけですね。で、なおかつですね、慰安婦団体っていうのは基本的に親北朝鮮的な人たちが多いんです。で、この人たちがですね、北朝鮮から脱北した方々を呼んでですね、北に戻るように説得していたということなんですよ。で、なんでこういうことが起きたのかっていうと、この北朝鮮のですね、レストラン、これ中国にであったレストランなんですけど、そこからですね、韓国に脱北したんですけど、12人の従業員を連れて脱北したんですね。で、これをですね、このホ・ガンヒルさんという方は、そのインタビューでですね、韓国のですね、国家情報院にそそのかされて脱北したっていう言い方をしたわけですよ。これはですね、ちょっと違うんですけど、国家情報院の方でですね、ある種手引きしたのは事実なんですよ。だけど、別にそそのかされたんじゃなくて、脱北したいから脱北したんですね。で、そのうちですね、3人の方がですね、実は韓国に行くって知らなかったっていうことがあってですね、これは脱北したこと自体がですね、国家情報院の陰謀じゃないかっていうことで、ユン・ミハンさんたちのようなですね、親北朝鮮的な人たちがですね、随分騒いだわけです。で、それでですね、このホ・ガンイルさんにですね、記者会見をして、要は国家情報院を叩こうと。国家情報院というのは昔 KCIA といって、新北朝鮮的な人たちからすると、不倶戴天の敵なんですね。だから、そういうようなことをそそのかされたと。それに対してですね、このホ・ガンイルさんはお断りしたということなんですね。お断りしたんですけど、毎月ですね、お金を送ってくるようになったという話なんですよ。で、そのお金っていうのがですね、この帝大教から出たようなんですね。つまりですね、北朝鮮から脱北して、韓国に行った方に対して、北朝鮮に戻るようにそそのかしてた。そしてその人たちに対する生活費っていうのを、帝大教の方がですね、お金を出して、補助をしていたと、いうような形になるわけです。当然のことながら、この帝大教、もしくは正義記憶連帯っていうのは、慰安婦問題を解決するために活動するはずです。そのために寄付金を集めたらですね、政府の補助金を得てるわけですけど、当然そういう活動に使われなければいけないはずです。我々日本人からするとですね、この慰安婦問題なんていうのは、問題にはならないんですけど、少なくとも彼らはですね、表向きそういうようなことを言ってるわけです。だけど、実際そうやって集めた寄付金とかですね、政府からのですね、補助金とかっていうのをですね、このいわゆる脱北した人をですね、送り返すような活動をしたりですね、もしくはですね、そういう人たちの援助に使ってるっていうのはですね、これはですね、目的外使用になるはずなんですね。
だからそういうようなことがですね、これからですね、バン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 出てくるような気がするんですよ。というのはなぜかというと、先ほど言ってるようにですね、この低体教とかですね、正義記憶連帯っていうのは韓国の中ではですね、ある種神聖視されてアンタッチャブルになっていたわけです。つまりいい加減なですね、その会計しててもですね、そんなことをですね、チェックされなかったんですよ。それがですね、慰安婦の方がですね、しかもまあ、慰安婦の中でもですね、非常に著名な慰安婦の方が、公の場でですね、このユン・ミヒャンさん、もしくは正義記憶連帯を批判したことによってですね、韓国国内でのアンタッチャブル性がなくなっちゃったんですね。だから、検察がですね、その、まあ、入ってきてですね、その、捜査するなんてことになったわけなんですよ。その記事の中に書いてあるんですけど、なかなか面白いことにですね、ホ・ガンイルさんがですね、その、まあ、呼ばれて説得されているときに、朝鮮総連の関係者は3人いたそうなんです。朝鮮総連の関係者。つまり、韓国の慰安婦団体、そしてですね、北朝鮮、そして日本の朝鮮総連。このですね、3者の関係性っていうのがですね、もしかしたら今後暴かれていくかもしれないっていうふうに思うわけなんですね。現在ですね、ムンジェイン政権というのは北朝鮮に蜜月です。だから北朝鮮に対する批判というのはあまりできなかったわけなんですね。そして何と言ってもですね、慰安婦団体というのは、その韓国でアンタッチャブルな存在でしたから、その中にですね、捜査をするなんてことも、これも考えられなかった。で、なおかつ慰安婦団体っていうのも、このムンジェイン政権と近い人たちです。このユン・ミヒャンというのはですね、ムンジェインさんが所属している共に民主党から国会議員になっています。つまり、彼らは、まあ、要は、近い関係なんですね。もちろん、ムンジェインさんがですね、直接的に関わっているとは私も思わないんですけども、少なくともですね、ムン・ジェイン政権の、まあ、誰かがですね、関係性を、まあ、有してるんではないのかなというふうに思うわけなんですよ。この慰安婦団体、低体教とかのですね、内部を監査することによって、そのお金の流れというのがですね、解明される。そのお金の流れの中でですね、まあ、使途不明金とかがたくさん出てきて、それが北朝鮮に送られたりとかですね、もしくは朝鮮総連との関係がですね、暴かれていくっていうこともですね、今後十分考えられるかなというふうに思うわけなんですよ。今回ですね、このような会合の中に朝鮮総連の関係者がいたっていうことはですね、やっぱりなっていうような感じはちょっとしたんですよね。やはり北朝鮮、慰安婦団体、そして朝鮮総連、このまあ3者のですね、まあそしてまあ朝鮮総連に近いようなですね、そういう知識人であるとか、まあ、そういうような人たちも絡んでですね、これから暴かれていく可能性というのは十分あるんではないのかなというふうに思うわけなんですね。慰安婦問題でですね、慰安婦とですね、その慰安婦団体がですね、対立しているということは、我々日本に対して見ると、まあ、慰安婦問題に関しては前進はしません。少なくとも韓国側にとってみると慰安婦というのはですね、反日するための素晴らしいネタですから、これは別にそのムンジェイン政権じゃなくてもですね、こういうものを手放そうとは思いません。で、韓国はですね、反日は一枚岩になりますから、保守でもですね、何でもですね、結局その慰安婦問題というのは解決はしません。だけどこの対北朝鮮ってことに関して言うと、保守系の人たちは北朝鮮に対しては敵視してるわけです。で、進歩的な人たちは北朝鮮をですね、友好国だと思ってるんですね。そういう面で言うと彼らは対立をしているわけです。確かに韓国というのは今現在北朝鮮に対して少し甘いですけど、それでも警戒する、まあ、世論というのは随分あるわけですよ。そして今回のこういうですね、お金の動きっていうものを一生懸命追っているのはですね、韓国のいわゆるその野党第一党である未来統合党の人たちです。そして、韓国のですね、検察なんかも随分動いているということなんです。今回ですね、慰安婦団体のアンタッチャブル性っていうのがですね、薄れて、まあこういうようなですね、批判がどん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 できるようになってきた。それによってですね、日韓合意に対する裏であるとかですね、これまでのですね、日韓交渉のことについてとかでもですね、これからバン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 出てくると思うんですよ。だけどですね、私たち日本にとって非常にまあ、興味があるのはですね、やはりそこに日本がどう絡んでくるのか、そして朝鮮総連がどう絡んでくるのかっていうことだと思うんです。朝鮮総連、そして朝鮮総連系のですね、まあ、日本の最後のですね、知識人、そういう人たちがですね、その低体教とかそういうところとですね、結託して、どういうような活動をしていたのかっていうことをですね、お金の流れが分かってくれば、きっと解明されてくるんではないのかというようなことをですね、ぜひ期待したいなというふうに思います。動画をお聞きいただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アドレスつけてあります。登録していただいてありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。